ください。はい、ナイトチューブのミラーご覧の皆様、明けましておめでとうございます。はい、そうですね、早速タイトルコール行ってみたいと思います。なんだっけ、ヤシロ丸見えイグドラシル特捜部始まるよ。はい、ということで、改めまして皆さん、明けましておめでとうございます。嫁でーす、うん、お昔の放送が見れなくなった、それは昔の放送って見れなくなったんですか？あ、全部ですか？お蔵入りしたの？お蔵入りのやつが全部ではない、全部ではないみたいですね。お蔵入りのやつが何個かあるんで。はい、あ、明けましておめでとうございます。はい、ということでね、おっと、見てるやつが分かってしまったぞ。もうバカあげるから待ってね。まだ遅れに見えた。はい、いや、ゆらとね、あ、ゆら、ゆらの、いや、そこはゆきさん。ゆき、どっち？ゆきさん。いや、俺萌え系おじさんだからね。もう男子じゃない。キラキラおじさん。でもね、あのユラと一緒に写真撮ってお客さんに送ると、誰と撮って送ってんのって言われるんだよね。誰と撮って送ってんの。そう、怒られたもんだって前一回。いや、そしたらうちはユラだよって言って。え、あ、女の子に間違えられたんだ。女の子に間違えられた。萌え系女性愛でもね、結構言うことはえぐいよ、この子。やることやってるんだよ。やることやってる。まあでもね、名前がね、鏡餅ゆらだから仕方ないよね。しょうがない。そう、今ちゃんと、あれ鏡餅って入ってない。あ、そういえば、鏡餅。あ、ちょっと、お願いします。こだわりが。はい。で、皆さんもね、もうご存知の方もいると思いますが、そう、まあ、ゆき主任ですね。昇格。あ、今月より。昇格しました。はい。よいしょ。今月より相馬由紀副主任から主任へ昇格しました。よいしょ。イエッ。パチパチ米がないよ、パチパチ米が。はい。で、それに伴ってなんと、まあツイッターの方でもね、あの俺の方でツイッターで、書かせてもらったんだけど、アドバイザーから相談役になりました。よいしょ。よいしょ。日本語になりました。アドバイザーから相談役日本語に、はい、なったんで、今後ともよろしくお願いします。で、今月先にちょっと告知しといた方がいいかな。あの、日本語になっただけだから別にいいよ。今月、何日？19日、1月19日、葉月彩と、入店祭があります。なので、入店祭ね、来てください。シンプルに。はい、じゃあそれを、自分の口からしっかりと。ほんと来てください、お客さんいないんで。よいしょ。よいしょ。言い方がさ、お客さんいないんでがちょっと悲しくなるからやめよ。悲しくなるから、うん、みんな指名で来てください。何？え、何？その日だけ OK みたいな。その日だけ。最強じゃん。やった。最強じゃん。やった。はい、ID の数数えた。そう、ID 何人ちゃんとね、あの、あれでいるか。あ、お疲れで。えい、お疲れでーす。えい、お疲れでーす。なんかね、そう、アドバイザーの時もそうだったんだけどさ、きっと相談役になっても言われると思ってたことをもうすでに言われてるんだけど、あの、アドバイザーって何をアドバイスするのって絶対言われてた。もうこれはあの、高レオから聞いてたから。俺は高川レオ代表さ、俺の前任者ね、アドバイザー前任者から聞いてたから。代表いねえのに代表補佐っていうのもだから、誰みたいな感じやね。
何代表者誰お前みたいになっちゃってるっていうのをさっきはっきり本人の前で言ってから言ってるから悪口ではないよ、大丈夫だよ。わかんない、誰の補佐してるんだろうね。一応代表の補佐っていう名目の代表の補佐、うん、まあ自分でもネタにしてるからね。代表いねえしみたいな言ったらね、主任いないのに副主任いっぱいいたからね。確かに確かに本当だよ、うん、お、初見の方はこれは、なんだ、ニコ生風に言うと初見さんいらっしゃいだよね。ホストの役職結構謎だよね。自分の役職じゃあ順番に拾っていこうか。下の方から拾っていこうかね。なおさん、その髪型かっこいい、ありがとう。いや、よいしょ。拾いたかっただけや。ずっと拾ってなくて、めちゃくちゃここ拾いてと思いながら、みんな書き込みまくって、そうそれでページアウトさせる。あ、もうね、書き込み優先で。でホストの役職って謎だよね。でも実際わかんない役職って結構あるから。で前の店、寮長って言いましたね。あ、ごめん、俺やったわ。あ、寮長そう、あの相談役兼寮長ですか。そう、あの違う、あの前の店は副主任、副主任兼寮長やった。寮長って結局その寮の規模の中の長でしょしかもそいつ寮長だったのに、うん、一番寮汚くしてたから、ね、そう、寮長の仕事は、基本的に言うと光熱費のまとめ、あと掃除関連、あと寮生の勤怠の管理が寮長の仕事だね。で寮生を売れさせるっていうのも一つ、これなんか自分で結構ね、あの V5 とかも撮ったことあるけど、その時でも寮にいた人だね。その時はで、あの教えてやれと、やってやれと、いや言ってさ、俺が一番遅くに帰って一番最初に起きてたから、で家帰ったら寝てるし、起きたら起こさなきゃいけないし、教える暇がないっていうねメイド、メイド、あメイドもはや、ね、嫁だよね、嫁お母さん、稼ぐじゃん、それで、はい、掃除してって言って、お母さん、お母さん、正解、正解、お母さんだよ。そう、そういうのをやってたから、なんかお母さんとかなんかね、やっぱヘルプでついててもさ、パパって言われたりとかさ、なんか自分のお父さんってなんで、自分のお客さんにもパパって言われたりとかね、そういう時あるから。おじむの役職は会長。会長会長。トータルプロデューサー的な。トータルプロデューサー、あ、じゃあ、うん、そうだね。そうですね、そうだね。めっちゃ偉いよ、意外と意外とめっちゃ偉いよいいな、役職。だから、役職に関しては何でも、まあ、実際つけれるっちゃつけれるけど、やっぱそのね、お店に見合ったあれがあるからね、基準が。あ、たつき来なくね？たつきくん出ないの？何してた？あれ、たつきって今日出るってなってたっけ？なってました、ね。なってます、ね。なってた。あ、それ俺のミスで言ってないわ。あっちにあのナイトチームの方に。あれ、たつきだって自分で。いやなんか次の日寝てたとか。そうですね。いや全然起きてたよ。全然。おっとこれはね、たつきは寝てた。寝てた。先に言いますね。確かね。タイムラインだかツイッターね、潰れてたら出れないみたいなこと書いてあったから、あもう多分潰れてるね、潰れてる潰れて寝てた、そうきっと寝てた。エンジョイできたって、これタツキがいる時に言ってほしいね。エンジョイタツキだからね年末年始はどうだった、みんな地元に帰ったりとか。うん、俺は帰りました。実家帰った。お父さんがすき焼き作ってくれました。おお父さんがすき焼き作ってくれた。うん、俺やな俺ん家で年越したもんな。そうです、ね、初詣行こうって言ってめんどくさくてずっとモンストしてたもんお父さん、そういうことなんです。お父さん、そう、俺なんじゃあ本当のお父さんじゃん、俺なんだ。そうなんですよ。そう、あ、そう、俺ん家で俺と葵さんにずっと携帯で初詣行く場所を調べろ調べろってひたすら言った結果、いきなりめんどくさくないどこ行ったの、あれみたいな行かなかったんだよね。あ、行かなかったんだ。行かなかったんだよ。そう。じゃあごめん。ね、ごめんって感じやな。ほんと、ちょっとごめんって感じ。お母さんとお父さん。調べずにゲームしてたら、何やってんのみたいな。調べてないでしょって言ったら、いや、調べてるっすよ。とか言って。って言って開いてたんですけど、結局行かないんだ。だからホームボタン移動しのタブ開いてすぐ移動させてさ、バレンクするやつね。え、地元帰って、どんな過ごし方したの、ゆきは。いやもう猫と戯れて、はい、いや結構久々に帰ったんでなんか面白いエピソードが地元の友達にあって、いや
いや、地元友達いないんです。おいおい、ちょっと爆弾踏んじゃないすごい爆弾踏んでしまったやんか。悲しいエピソードが先に来ちゃった。言っちゃったよ。どうするこれ。どう収集つける。それはでも奈緒さんが言ったんで、やっぱり俺が踏んだ人がやっぱりだね。え、逆に地元に友達いるの？二つ目の爆弾が来ましたね。そう、完全今二つ目の爆弾。今聞きたくなった、うん、聞きたくなった。どうしたの？え？俺はえ、ゆら酔ってないの？あ、今日は大丈夫。あ、もう冷めちゃった、はい、さっきいい感じだったのに。さっきはなんか、なんでしょうね、不思議な感じでしたね。それは面白かったよね。すごいね、熱狂的たつきファンがいるね。さっきから定期的にたつきが、うん、ID ね、 ID ね、 G から始まる方ね。ちょっとトイレ行こう。じゃあ意外と CM が短くてさ、トイレ行きたかったから一回トイレ行くね。ここはじゃあ、ユラに MC 任せる。ユラが無理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 が顔でけえな俺。やっぱ歌舞伎町にしか友達いないね。歌舞伎町にも友達いるか危ういんですけど。歌舞伎町友達知り合いしかいない。知り合い、知り合いっていうか顔見知り、顔見知り。たつきくん出る。たつきくん、たつきくんは多分あの寝てた。もしかしたら来るかもしれない。いや、あの来ない。マジか。きっとユグドラシルにしかいないって友達のことかな、それは。ユグドラシル、まあ、受給発生してる分は友達するよ。呼んでってやばいよ。熱狂的、熱狂的。すごいよ。おかしいな、たつきくん。たつきくんは多分今電話しても 100% 出ないと思う。まあ、そして多分次の日に、あ、寝てた。出ない気するね。今日はね、このメンバーかな。多分きっとこうなる。きっとそうなるでしょうね。多分、来なそうな感じの。もう、きっと来ない。友達ね。友達ってどうやって作るんだろう、ね、友達なんでしょうね。この年で友達できないけどね。もう友達って何なんでしょうね。もう深いから。それが一番闇深かった。闇が深いよ。友達って何、何をすれば友達なのかっていうこと。なんだろう、ね、うん、それ多分ね、あの3枠ぐらい使わないと語れない気がする。お、ツイッターフォローしました。ありがとう。真剣に10代喋り場って書いてるけどね、10代1人もいない。10代1人もいない。10代1人もいない。残念だったな。尊敬してる先輩は、それは誰に対して？これはユキさんです。俺？はい。マジで？はい。リオさんも尊敬してます。ナオさんも尊敬してます。そうやってみんなに媚び売ればみんなに媚び売って後でご飯おごってもらうつもりです。ご飯を奢ってくれる人は尊敬に値する。尊敬に値するっていう。たつきくん、たつきくんはね、まだいないね。あ、いや、多分あれですね、あの尊敬してる人はたつきさん。あ、そういうことね、そういうことね。すごいよ。すごい、熱狂的。手でカエル作れるって。手でカエル、なんかこんなんじゃあれ、これキツネか。キツネだね。キツネですね。あ、こう。お、すげえ。だから悩んでる。だからそうだね。尊敬してる先輩いる？尊敬してる先輩ですか。まあでも尊敬って言ったらやっぱり、まあ本当、まあ本当みんなってなっちゃいますけど、やっぱり最近いい後輩だな。いい後輩だな。お世話になってるっていうとレオさん。ね、そうだよね。レオさんにもすごい気にかけてもらって。なんかね、いつも揺れてるから不安になる。心配になるんだよ。カマっぽい。そうですね、なんか毎回言われるんですよね、それ。そこちゃんと否定しとかないと今後勘違いされちゃう。ああ、まあでもちゃんともう全然もう何でもやるんだよ。何でもやるっていうのはまたなおさらそっちに。女のことだったらもう何でもいい。逆になんか先輩からよくしてもらったりとか面倒見てもらうとかあんまり経験なくて。あ、ないんですか。
前の店。前の店も全然なんか。どっちか最初先輩に嫌われるタイプなの。あ、そうなんですか。なんか。なんだこいつみたいな。そういうもんなんかちょっと深いっすね。とか、そういうなんか可愛がってくる先輩欲しかったんでしょ。お兄ちゃんが欲しいみたいな、あるじゃん。はいはい。こういう、なんかその、こっち系の あ、僕、歌舞伎町からの移籍です。はい、握手会とか行ったりしないの？アイドルは誰がアイドル？アイドル好きな人、誰？アイドル？あれ、まあ、でも、見た目的にはユラさん、ちょっと間違った情報ですかね。そうでもない。でも、なんか、アイドルが好きっていうか、単純に黒髪パッツンの子が好きなだけなの。自分やん、それ。いや、でもこれも違うんですよ。あの、黒髪パツの子が好きで、うん、あの、それをリスペクトして自分で。あ、自分で表現したってこと。そう。あ、なるほどね。強いて言うなら、橋本環奈ちゃんが好きですね。おー、うん。なんだっけ、1万年に一度だっけ、なんだっけ。千年に。千年に一度だっけ。1万年になっちゃう、ちょっと。1万年だと、ちょっと、だいぶね、ハードル高い。男は誰が好き？男は誰？え、俺誰に対して？男は誰が好き？どういうこと？うん、違うやつだね。なんか怒らそうとしてる。そんな根掘り葉掘り掘っても男の遍歴は出てこないですよね。男でもなんか倍っぽいもんね、雰囲気で。いや、だから多分酔っ払った時とかにすぐにあの、男女分け隔てなくすごいペタペタ触るんですよ。マジで？俺触られたことないよ。本当ですか？だからちょっと恐れ多い感じが。いや大好きな黒髪パッツンや。確かに。もういいのかな、ね、黒髪パッツンの二人に挟まれたデブがね、戻ってきたけど。何を話した？なんか、何を話してとりあえず怒涛の殺新年の抱負でも言っとく。新年の抱負大事だね。あ、ユラはね、なんで揺れてるかっていうとね、ユラだから揺れてるんだよ。ユラユラしてんだよ。なんだ、揺れてる方が先なんですね。トイレ行ってタバコ吸ってた。この3人にしたらどういう空気感流れるかなと思って。やめましょう。そういうのよくないです。なんかさ、パッと見た印象ね、俺の。なんかここの3人が会話してるのを見たことがなかったから、ちょっと見てみたいっていうのがあったのよ。いや、でも全然会話するよね。全然話しますよね。やばかった。やばかった。で、どうしようかな。 CM 明けの方がいいかな。 CM 明けに、次どっかのために CM 入るから、 CM 明けに、報告が一つあります。一つでいいですか？結婚します。違う。実は子供が2人いますって。これで、ね、これで、ね、そこだけ切り替えて、切り替えて。言ってね、俺、じゃあ子供が2人います、もっといそうですって。だから俺は9人兄弟の長男だから、まあ、あの、下の子たちを子供って言うともおかしくない。18離れてる子もいるし。9人兄弟はガチ野球チーム作った。親が作ったんだよ。親が作った。ちょっとダメだよ。まあ、今日俺監督でしょ。監督だね。あ、ちょっと待って、あの、なんだろう、今回下ネタ言わんようにしてようかなと思ったんだけど、封印、うん、まあ、ポジション俺長男で、まあ、もちろんキャッチャーだよね、俺がね。もちろんキャッチャー、体型的に。もちろんキャッチャーで、次、次男、バランスがね、男4人、女5人なの。おお、すごっ。男4人、女5人だから、そう、長男4番キャッチャー、面白いね。で、次男が左利きだからピッチャーやらしたい。ピッチャーやらしたいね。で、これさ、誰得？ちょっと待って、今話してみたけど、いいよ、俺がキャッチャーまでよかったよ。誰得なんだよ、ほんと。今日集まったらうるさいね、だって10人だから、ね、で、1本待つよ、2家族分いる。確かに。っていうことだからね。そう、兄弟はまだね、今ね、18離れてるから。そんな離れてるんだ。そう、だから12歳学生だね、全然学生。みんな2個ずつ違うから、9人かける2だね、純粋に2年期だ。うん、しっかりね、しっかり。しかもね、みんなね、兄弟ね、各それぞれ誕生日が近いんだよね。あ、そうなんですか。
俺9月6日なんだけど、はい、9月5日の弟いるから9月5日の弟いるから。お父さんとお母さんの仕込む時期もしっかりと仕込む時期もしっかりとそうそうだね、同時期だ、そう同時期だ、1個でもうケーキなんて1個に決まってんじゃん1個に決まってんで、11月生まれと10月生まれがいるみんな。だから後半にかけてそう、あと4月と3月とか、なんかそんな感じ。もうまとめられるの決まってるよね。しかも俺結構ね、こんな体大きくなったけど水着 2200g で生まれたから早かったわ、予定より全然。僕より軽いですね。そうだから待って、みんな自分の生まれた体重知ってんの？知ってます。2200で生まれて、やばい、ここまででかくなったし、知らない。で、まあかなり早く生まれたから9月なの。でも10月生まれが多い理由って、まあ皆さんご存知よね。フォーリーナイト。フォーリーナイト、そう。で、だから俺もフォーリーナイトベイビーなんだよ本当は。早いから全然。そうか、9月だ。そう、あ、俺10月なんだ。俺もフォーリーナイトベイビー。で何月？僕12月で、バレンタインベイビーだね。バレンタインベイビーバレンタインベイビー、ね、4月。俺4月です。4月なんだろうな。いや4月だと、普通のベイビーやな。普通のベイビー4月だとどれぐらいだ。10ヶ月だから6月。6月、梅雨明けでベトベトしなくなったのかな。剛腕のサウスポーン1個言っていい？俺の兄弟たちはみんな細いよ。梅雨ベイビー、 なんかやだ。俺の兄弟はみんな細いからね。骨太だけど細い。え、みんな兄弟いるの？あ、そうだね。俺一人っ子です。僕も一人っ子です。あ、そうなの。で、弟います。弟？二人兄弟。二人。あ、でも全然似てない。似てない。うちみんなこんな顔だからね。同じ顔がダーッて9個、あの、マトリョーシカみたいなね。そう、長男が細って面白いでしょ。で、でも妹はキャバやってた。あ、妹はキャバやってた。妹可愛いんですか？可愛い。ちょっと紹介してくれ。あ、もうストリザキャバってる。いやね、彼氏がおんねん。あ、お兄ちゃんって呼んでいいですか？彼氏がおんねん。お兄さんですよ。なんか結婚するみたいな話してるんだけど、挨拶ねえから俺に。ちょっと許せない。許せないね。なんか心境が親父、完全に。しかもさ、見た目ヤンキーなんだよね。あ、そう、彼氏が。そう、なんか俺の地元ってさ、たまにさ、まだ若いやつでさ、眉毛こうやって切ってるやついない？いる。ね、いる。切ってんだそいつ。何これ、全然ホストの話してねえんだけど大丈夫これ。ナオさんの兄弟の話です。すごい。何、大丈夫これ。そこまでで家庭事情掘り下げるのがそこじゃなかった。結構なんか自ら発信するタイプだからさ。じゃあね、そろそろね、まあ、あんま出てない3人なんで、俺以外。質問タイムとかね、めっちゃ美味しい匂いするんですよ。すごい。美味しいんですよ。唐揚げみたいに。じゃあそろそろね、質問タイムとかね、撮っていいと思うかなと思うんで。そう、なんか、で、ゆらになんで揺れてるのとかさ。一瞬出てこないですよ、答え。あやとなんで見切れてるのとか。あ、確かに半分なってる。そんなに距離を半分だけでいいかなと。あとさっきさ、ほら、男で好きなのはみたいな聞かれたから、その答えがちゃんと出てないからさ。いやいやいや、まあ誰に対してって、まあみんなに対してだと思うけど、そういう質問とかね。じゃあさっき順番に、じゃあ男が誰が好きか行こうか。あ、じゃあちょっと変えよう。ユグドラシル、アテナの中で、この人だったらチューできる、上位3人。そんなに上げなきゃいけない。3人上位3人。そんなに脳内でチューしなきゃいけない。そうそうそう。そう、だからこの目の前までのシチュエーションを考えなきゃいけないんでね。これ無理や、みたいな。じゃあ2人にしようか。2人にしよう。それか、一気に飛んで抱けるのは。抱かれるなら。もはや。抱かれるのはにしようか。さっきほら、黒髪パッツンの女の子が好きだから自分がそういう風にしたって言ったから、じゃあ、それになった、じゃあ抱かれるなら誰がいい？もうそれに行こうか。アテナで抱かれるなら。もう3人答えてよ。もう3人確実ユキさんじゃないですか。もう目の前に対するじゃないですか。抱かれるならで行こう。抱かれるならで。抱かれるなら。ここにいない人にしましょう。この後の空気は一緒に帰るとかなったら、ね、区役所通り一緒にさ歩いてて、なんか嫌な、一緒に帰るのちょっと、そう、嫌な空気。え、一回店寄りましょうよとかなんか言われたら嫌だもんね。
おジム以外、いやむしろ選択しないでしょ言うねん。いや今ねオチをね殺してきて殺してきたからね。うん、そうおジム、いいオチを。はい、じゃあどうしようか、オチをじゃあユキにしようか。で俺、そうで、アヤトから俺たちは、うん、抱かれるなら、抱かれるなら、え、二人っすか、一人でいいよ、一人、うん、一人でいいよ。でもイケメンがいいからやっぱみやびさん。あーね、やっぱね、最初みおさんって思ったんですけど、うん、いきついなと思ってどこら辺がきつい、なんかいろいろ考えたんですけど、うん、トータル的にちょっと、じゃあみやびさんはチートだよね、チートですね、うん、チートだと思う。だってじゃあもし俺が女で、通ってって考えるんだったらもうみやびさん、もうそらやっぱりね、それから楓さんかな、あー、そうそうそう、確かに、あ、やべえ、こうやってひないいとここうやって与えちゃっちゃう優しいんだから俺本当にはい、じゃあ行こうか、優しいんだから本当に。みやびさん、みやびさんがチートだからダメ、はい、やり直し、あれはい、やり直し、やばやばやば、まだ入店して1ヶ月ぐらいだからって、まだ名前みんな覚えてない、そんなレベルなんですか、本当に。だからリングしてます。あ、よかった、でも舗装スとかじゃなくてよかった、舗装スの洗剤から選んだ初回かよお前んな初回かよ語れるならこの人だからあれだよね、きっと女の子も初回で写真集した時に抱かれるならこの人って思うんだよね、まあまあ、大体そうだよね、多分大体そうだよね、抱かれ、この人なら抱かれてもいいかなっていう状態でしょ、写真集かね、そう、そうですよね、写真集でしょ、そういうことですよね、そう、だってそこまで考えん、考えないのか、だってね、写真集でさ、自分がイケメンって思って写真集するわけじゃん、イケメンに抱かれたら嬉しい、嬉しいそれでいいってなるから、いや、そっち斉藤匠の方出すのはい、じゃあ、早くしないと CM 始まってその後にあれだから、告知が、相馬さんですね、相馬さん、理由は顔かっこいいから、顔かっこいいから、はいはいはい、いや、でもそれを思ったら奈緒さんもかっこいいですもんね、本当に。やっぱ髪型がかっこいいってのは顔じゃないよ、髪型やったら相馬さん、あ、相馬さん、相馬さんね、はい、はい、相馬さん顔がかっこいい、顔がかっこいいからやっぱり、はい、次ユラ、あ、はい、そうですね、やっぱりそれるなら大体その自分が目指したい顔みたいな、うん、おー、はいはいはい、目指したい顔、結構そのもともとちょっと被っちゃうんですけど、うん、最初相馬さんすごいやっぱり見てて、で、あ、でもやっぱりユキさんもう一回俺も相馬だね確かに相馬、ユキね、相馬、ユキなおー、いいね、多分これが最高の笑いにならないようにミオさんはダメなんすか、ミオさん、それね、交互に入れてなかった俺なんかね、個人的に多分ね、宝が上手そうなんだよ、すごいでもね、俺だったらちょっと嫌なの、理由があって、やっぱ抱かれるってことはやっぱりしっかりと前儀があるわけだよ、あ、で中から始まるわけだよ、あの人めちゃくちゃ酒飲むじゃんちょっと酒臭そうで嫌なのそう、酒臭そうでさ、そこだけはね、でもこれいいことなんだよ、お酒飲むから、どうせね、俺もお酒飲んでるから酒臭いだろうし、だけどね、酒臭そうだからうまそうなのは宝よね、うまそうだね、変態そうなのは京也くんなんで、あ、はいはいはい、この2択だね、京也くんかな、そう、俺もちなみに京也さんだね、だから、ね、京也さんすっげえ君にしそうやこれ本人にもすごい言ってるんだけどすっごい君にしますよね、みたいな、いや、しますねしますねって言っていつも言ってくれるからね、京也先生はノリもいい、結局下ネタ言っちゃう、言っちゃダメだわ我慢できない、やっぱりそのね、そう、京也先生はね、本当だって先生だもん、なんで先生かっていうと、やっぱエロの伝道師だよね、うん、まあツイッター見てる方は結構知ってると思うんですけど、あのもんじゃ焼きをやるときに穴を作ってこうやってなってミオさんに言われてるときに、わかります
その穴に入れるんですよね愛情か精子は別としてって言うんだよで、ミオさんがハッてなる、そのハッてなる会話を2人でしてるのを想像するだけでご飯3杯いけるミオさんがぶっこんだの、はい、上を行くから上をすごい、もうミオさんですら彼はなんであんなにエロを追求するのかねどこでどう間違ったらああなるのかなって言っちゃうぐらいだもんね、はいはい、 いや、欲望に率直っていうのはじゃあ CM 明けに欲望に率直な人いるんで、ここの場、この場に、はい、はい、一旦 CM 行きます。はい、君たちか、待つだぜ。なんでうちを選んでくれたの。月給26万3ヶ月サポート、新人でも出勤7時から3ヶ月に1回旅行付き。忙しすぎて人が足りないけど明日から来れるか。はい、君たちやっぱりロビジュだな。重大な、ね、発表があるんだけど、そう、ナオくんがいないんで、ただいま準備中もうちょっとね、待ってもらってね、発表は、沈黙になっちゃうから大変だ。最近の流行りは、流行り、最近の流行りはね、なんだろう、最近の流行り、流行りって難しいですね。流行りね、やっぱ欲望に素直なのいいよね。あえてそれスルーしたのね。スルーしたの。あ、重大発表は言った？あ、まだ言ってない。あの、次の CM 明け引っ張るね。別にそんなすぐ言ってもいいんだけどさ、さらって言ってもいいんだけどさ、最後にね、うん、最後にね言いたいかな。今仕事してる人もいるかもしれんや。まあまあそうですね。だったら早く言ってって話だよ。だったら早く言って。あとね、それね、あの、離婚してるから大丈夫、生まれないから。おっと、爆弾飛んできたぞ。声張り上げちゃったよ。おいー、そう、まさかのな。すごいね、そんだけ追って、そうなる勇気を俺すごく認めたい、称えたい、ほんとに。そうですね。9人も踏んどいて、踏んどいて。すごいと思う。まあね、すでにその時は俺がもう親元離れてたら、もう一人立ちしてて、妹も一人立ちしてたから、で、弟は家に残ってて、あれもう全然、ね。お年玉は確かに。お年玉大変だね。だからもう、親戚回るとみんなで1万円とかだ。普通それがさ、3人とかだと長男が一番高くて次男三男ぐらいで、まあ大体2万円分ぐらいになるじゃん、トータルでね。でも9人もいたらもうみんなで1万ってなっちゃうの。じゃあクリスマスプレゼント、クリスマスプレゼント、ゲームソフト1つみたいな。でもね、9人俺しかゲームやってなかったけどね。スマブラとかだったらみんなでやるよって。俺のキャラが濃すぎるがために弟がかなりの陰キャになってしまったっていう。そう、お
兄ちゃんに持ってかれた。キャラ成分全部来ちゃった。そう、全部来ちゃった。なんか、俺の圧力のせいで、高2までミニカーで遊んでたから。なんか、ごめんって。あ、働いてる働いてる。もう、ちゃんと。ミニカーやばいな。小学校ぐらいまでじゃん。こうやってやってんの。そうっすね。小学低学年ぐらいじゃん。シルバニアファミリーも、多分、ね、小1、2ぐらいまでになるじゃん。高2まで行ったからね。高2までミニカー。相当な。でもほら、今もさ、まだリカちゃん人形を着せ替えて楽しんでる、ね、女子の方もいたり、いるかもしれない、ね、そういうユラがいたりとか。なんかこういう役回りすぐこっち来るの。じゃあだって、リアルに女の子着せ替えてそうやもん。女の子は、いやでも、数回しかないです、ね。あるんじゃんあるんじゃん、数回。なんか昔結構その服買い与えて、なんかこれ着てよ、部屋で着替えてる。もういいから買い与えてがやばいよね。もう完全に上から着てるから。え、じゃあそれはどんな服が。僕でもあのリズリサンク、アクシーズファム、シークレットハニー、そこら辺のそのロリ系。急になんか専門用語出てきたけど。俺リズリサしかわかんない。これアンクルージュ。ああ、わかるわ。全然わかんない。アクシーズ、多分。あの、うん。あんまりこれ別にあげても。いいよ、いいよ。いいよ。そういうの欲しかった。そう。やっぱね、あの、求めてないのよ。普通な会話を。だこのね、前もなんか、前回の一部のアテナの放送も、クリスマス一番、女と寝てそうのは誰かとかね。そう聞いちゃうからね。ざっくり言った、ね、ざっくりもうそういうのがありなんですよ。ネタと取るかガチと取るかはリスナーさん次第だから。でその数回がおい、ちょっと狙われるわ、ちょっと待って、妹やで。12歳は女の子。12歳女の子。ああいいです。アンクルーズお兄ちゃんって今日いつもさ、あのマイクが拾うか拾わんかの大きさの声でさ、いいですねっていうのやめてもらっていい。僕結構そのやめましょう。です、やめましょう。ダメ、これって公式で発信しちゃダメなの。いやでもどうなんですかね、全然僕14歳とかから。そう、リスナーさんでね、うん、12歳とかいたらね、いけるじゃん。でもやっぱ黒髪パツンのその黒コンは入れててほしいんですよ。だから黒コン入れてる。そうなんですよ。今見て思った。やめてよ、そのうちなんかアンクルーズとか着ないで。いやでもゆぐだらにはさ、年に1回から2回、ちゃんと、女装イベントってことあるから。ちゃんと。いや、ただちょっと、ほんともう女装なんてできる体じゃないだから、そのためのリズリサでしょ。リズリサでしょ。リズリ体験を書く。だって、リズリサってさ、もともと、そんな大きいサイズじゃなかったよね。まあ、だけど、バンギャとかがさ、結構来てて、バンギャの方が大きい子がいたりとか。なんか無理して着たいみたいな、ちょっとニーズに合わせてったらリズリサ自体がでかくなっちゃう。あ、そう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 っていう話が俺の耳に入ってきた。これは嘘か本当かは信じるかは、信じないかはあなた次第です。わかんないけどね。リズリサ可愛いけどね。じゃあでもおっぱい大きいと入らないですよね。そうなの。だからあの柳原かな子タイプが着るやつだよね。そう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 。タカレオが輝くイベントってね、あの人ね、クリスマスやね、なんかのハロウィンイベントも女装してきたんだよね。イベント関係なんでも女装してきた。うん、だからただの女装癖があると思うよ。そう。あ、でもあるかもしれない。で、投票がいつもユグドラではあるんだけど、その時にタカレオに入れろーってひたすら言い続けるっていう。八百長か八百長なのかって。そう、次回頑張んない。次回頑張んないと。あ、俺もね、結構女装やってたんだよ。あー。楽しみです、ね、そろそろやばいですよ。じゃあ俺女装減ると柔道部の女子って言われたらさ。柔道部の女子って言われたら、いやお腹がまあ仕方ないよね。あのユグドラの3分の1は少ないな、もうちょっと多いな、5分の2はデブだからね。いや違う、デブじゃん、ふくよか、ふくよかしり、デブではない。だからこそあの対決が実現したんです。そうそうそう、ふくよかしりバーサス痩せてらっしゃるがね。いや、でもそれですごいですよね、服用も買ったんで
おかげさまで、おかげさまで。すごいわかる。いや、いい戦いだった。いい戦いだった。一緒になっていきます。ねえ、ほんと、あの日はね、いや、俺は別に食べてもよかったよ。むしろ食べたかった。あ、逆ですか、うん、やっぱ俺からしたら。だから俺、俺食べに来たし。来てた、来てたし。なんか5個食ったし。喋りながら、普通にうろうろしながら、他の人が必死こいて食べてるのに、俺がサクサクサクっと5個食っちゃったから。なんなら家帰ってコンビニ弁当1個食ったの。福山州の誰が強かったの、まあ、体型で言ったら一番俺が強いんだよな、うん、一番強い。何に基準を置くか。いやマジね、あのご飯どれだけ食べれる、マックス、マックス、弥生軒行ったことある人、行ったことある、はい、弥生軒ないんです。あ、ないんだ。え、美味しいの弥生軒の丼一杯。楽しみ。あ、じゃあ牛丼と。あ、じゃあ牛丼、牛丼あるじゃん、牛丼、波。牛丼食べたことあります？あ、今これある、ある。あ、よかったよかった。ある牛丼、普通のやつ、牛丼を何杯なら食べれる、はい、波で、波で。俺波食えないんですけど。なんでやねん。波を食べきることができないとか。はい。え、ミニが多分限界です。嘘でしょ。ハヤトさんってもう痩せてお手部ですよ。だからそういうさ、あのね、これぽっちゃりしてる人の前でね、デブですよっていうの、ただの悪口だから、やめなさい。すいませんでした、ほんと。すいませんでした。でも不思議だよね。初回の女の子に、ね、あの、可愛いよねって言って、いやいや、私ブスだよって言って、あ、じゃあブスだねって言うと怒るっていうね。なんかツイッターでも一時期あったじゃん。あの、もうこの顔嫌だ。嫌気がさせます。死にたいみたいな。で、そのツイートに対して、俺も君の顔だったら生きてらんないよっていうやつを、いや、リプしたら、死ねえみたいな。死ねえ、あ、うざみたいな。いや、だったら書くなよみたいな。この顔じゃ死にたいって自分でさ、言ってるんだよ。だったらさ、いや、俺もその顔じゃ生きていけないって言われて、そうですよね、ごめんなさいとか言えばいいのに、は、うざ、死ねえってなくない？なんか、ね。だったらそんなこと言わんきゃいいのに。俺は言うよ、デブだけど、まあ顔は普通だって。あれ、この空気どうしよう。この空気どうしよう。収集つかなくなっちゃうからね、ほんとに。もう、ほら、ほっほっほってなってるよ。ほっって。でもコメントも止まるわけでしょ。もうダメだわ。じゃあ、最後の CM のさ、やつ。あ、ちょっと今の俺の話なし。スノーで写真撮って全然可愛く撮れないって書いてる人に物申したい。はい、申してください。違うか。今のやつでしょ。今のやつ。スノーで、でも確かにね、あのスノーで盛れない人は終わってるっていうツイートをしてる人がいたりとか、それを確かに言ってる人もいる。いやでも結構なんか、もともと目でかい子が。ああ、そう。逆パターンあるんですよ。あるあるある。宇宙人みたいになっちゃう。そうなんだよね。あの、もともとスペック高いと、そこで一周回って、すごいことになっちゃうから。だったらね、思い切ってスノーも今変顔の、なんか変なやつあるじゃん。はいはいはい、はい。ね、あれやればいいんだよ。あと、よく昔いたのが、LINE のトップ画を、はい、ほら、ビューティープラスって結構前からあるのよ。修正アプリみたいな。あ、はい、無駄に顎は細くして、めちゃくちゃでかくして、それを LINE のトップ画にしてる子がいた。で、ね、ホソースから LINE が来たことあって、はい、これ絶対おかしいやろうと思って、初回で行きますって言われて、別に初回でもいいんで来てくださいって言って来たら、全然違うの。全然、何みたいな。なんでそんなにして、トップ画をじゃあ可愛く見せようとして頑張ったのに実物そうなっちゃうの。だったら実物、ね、ありのままでいいのに。でもなんか、ね、あれ、スノーで可愛くても、うん、信用できないし、可愛くなかったらなかったで大丈夫かって話。せめて分かるぐらいに止めといてほしいよね。分かる、あ、原型が分かる、原型。そう、結果スノーはみんなやめよう、使うの。スノーやめよう。あいつ、俺さ、 LINE のトップがスノーなんだね。LINE のトップがスノーなんだね。ここまで言っといて、もうスノー禁止2017年。言うてね、多分そんな、え、まんまではないけど分かるよね、これ比較的。
わかるよ。ちょっとなんかもう、まあ、ねこれわかるよねこれね、わかるっしょ、わかるよ、大丈夫だよ。あやとさんが開いてずっとじーっとじゃあやめてよ。これでもみんな知ってるからじゃないですか。え、なんもないですよ、これ。ツイッターのもそう。だから洗剤なんかいろいろね、目しか見ない、顔見ないもん、それいいんだよ、いいんだよ。はい、じゃあ今日2回目の CM 入ります。CM 明けに、報告ありますんで、はい、よいしょ。じゃあ一旦 CM 入ります。はい、はい、報告したいと思います。12月の先月ですね、12月の売り上げが、FGHD20 店舗の中でなんとユグドラシルアテナ1位でした。よいしょ。イエイ。それに伴ってなんと指名本数も1位です。イエイ。よいしょ。で今まで、まあ、指名本数とか売り上げとかどっちにしても両方とも1位を取ったことがなくて、その中で、初めての2冠そうですね、あの FGHD20 店舗の中で1位でした。よいしょ。よいしょ。ね、あのしかも2冠っていうのがやっぱすごい声だと思う。これはね、あのびっくりだし、まあその中でね、あのこう電撃入店した相馬由紀があのね、そこでナンバーワンを取ってるっていうことは、まあそういうことなんで、すごいっすわ。ありがとう。はい、ということなんでね、ほんとね、もう、なんて言ったらいいんだろう、ここに関しては、いや、確かにね、あの2位とかはあったの、売り上げに関しても、指名本数に関しても、2位とか、どっちかが2位でとか、あったんだけど、それはね、もう本当に素晴らしいことなんで、これはもうね、日頃、ゆくドラをご利用いただき、愛していただいてるお姫様の、おかげなんで、ありがとうございます。草間さん何者草間だよ、草間さん。それに伴い日頃の感謝を込めて、お店に来ていただいた際には、俺のスポブラを見せるんで、解散解散スポブラを見せるんでね、はい。なんでやっぱりそういうところで、いらないよね、そうだよね、あのドン引きされたわ。なんで俺だけだってね。にこやかにはしてた。ね、もうこれすごいことなんで、もうすごいとしか言いようがないんだよね。今月も狙いたいね。今月もなんかここはやっぱりなんだろうな、一回取っただけではなくしっかりと目指していきたいところだと思うんでね。そこでですね、今月のイベントもね、期待してるんで。そこでね。頑張ります。いやでもやっぱ舐めてましたとか、なんかすいませんとか、なんかここでね、いきなりそうなってもね、あれなんで、今までと変わらずね、接してくれても全接してくれた方がいいと思うんですね。はい、もうここに関してはもうみんな各それぞれが、幹部陣もそうやし、メンバーの子も、どうやってやったらいいですかとか、
ね、お客さん、ね、頑張ってリピートしたり、すごい頑張ってるんで、やっぱここそれぞれが必要なのかな。みんな意識高い。うん、高い。高い。意識高い。本当に。なんか、部屋飯しないで出勤する俺が、あ、ごめん。あ、いや、細かい筋盛り、細かい筋盛り、一本一本が筋って言ってね、微細な筋盛り。まあ本当ここはね、これから頑張っていきたいと思うんでね、はい、よろしくお願いします。改めて頑張ります。はい、ね、またね、来月もね、イベントあるっていうさっき言わせてもらったんですけど、イベントあります。今月、今月か、来月じゃねえ、まだ12月の気分、年越してねえ。来月はゆらさんのバースデー。いや、やんないです。やんないの？当面のなんかそういう感じのイベントがあるんじゃないかなっていう想像はまずついてるんで、まずあやとが19日で、その間に、誕生日の人間も何人かいるんで、うん、おそらく2月バースデーが誰かあるんじゃないかな。いや、やめましょうっていうのと、相馬由紀主任の昇格祭、あ、やるんだ。え、やるっしょ。あれ、やりますか。やりましょうか。で、ね、申し訳ないんですが、私も昇格祭を打たせていただくんで、お、はい、打たせていただくんで、皆さんね、足を運んでいただければ嬉しいですね。なんかその今頑張ってね、笑って打ってくれた人のね、その ID がさ、BGG だからさ、あの、ユグってさ、YGG じゃん。ユグって言うじゃん。公式か。ビグ、ビグ、ビッグみたいな。ビッグ。ビッグ。俺のことかな。もうキャストの中で一番デブってなんか死んでるよね。そうなんすか。そうだよ。いや、俺デブと思ったことないですよ。なんと思ったの。クマさん。ガタイがいい。クマさん。クマさん。あれっすよ、だって筋肉質じゃないですか。そうなんだよね。だから、で、じゃあ、みんなに質問です。オジムとミサキナオ、サオトメサクラとミサキナオ、どっちが体重重いと思いますか。サオトメサクラで通じない。オジム。オジムさん。どっちが、ちなみに身長は同じぐらいです。なんならオジムの方がちょっと大きい。多分身長一緒だったらちょっと大きい。オジムの方が筋肉がある分。オジム、オジム、スケキヨ。スケキヨだね。きっとね、みんなオジムって言うと思うんだよ。確かに。でもね、あの、5キロ以上俺の方が重いの。筋肉だよ、筋肉はね。脂肪より重いじゃん。そう、5キロ以上俺の方が重いんだよ。で、一番タチが悪かったのが、体脂肪 5% だったの俺。その上に脂肪ついちゃったから。で、筋肉めちゃくちゃあって。でかい。でかい。でかくなっちゃったって。それだけなんですけどね。もう、ユグダラの中で一番体重は重い。キャストの中で。身長俺より大きい人よりも重いから。え、多分ワンチャンボスと同じぐらいあるんじゃん。え、そう、ボスがいました。ボスの話は、ボスはボスは、ナイキンさんだから、それはまた別の別枠で、うん、でもね、ご来店いただいた姫に言われたことがあるんだけど、なんで冬月のアドバイザーってデブが多いのって。そうなんだ。あの、他店舗さんのアドバイザーを見たことがないからわかんないんだけど、らしい。で、あとナイキもデブが多いっていう。アドバイスする場合では飯食うからっていう。そうだ、あの、デブの極みを極めていきたいね、極めるなら。やっぱ分かってくれる人やっぱいるね。らしい。で、俺の知り合いのナイキンさん、いるんだけど、その人は、もうデブだね。うん、お尻大きいね。確かに1000万キロカロリープレイヤーが。1000万キロカロリープレイヤー。1日、相当キロぐらい、5000ウォンぐらいは食べれるの。5000キロ。ってことは1ヶ月換算するとかける30で15万キロ。15万キロ全然足りねえ。全然足りねえわ。だからそう、できる内筋はデブっていうのがちょっとあるっぽいね。1万カロリーだったら、1万カロリーだったらキロに直したらね、ね、10キロカロリーとか、10キロカロリー、1万、あ、全然違うかな、じゃあキロだから1000、1000だから、そう、それはもうおにぎり1個でいっちゃうね。おにぎり1個もいらん、味噌汁ぐらいでいける。逆に難しい、難しい。1万カロリープレイヤーを目指すのす。でもその
プレイヤーになったところで何のメリットがあるかだよね。そうですね。細々に乗るぐらいだ。で、つかすさんは、その、乗るの中で、比較的、デブに入る方。ノルンはみんな細いから。高身長細身。デブデブってサイト。あ、あれしょ、歌舞伎町のデブ細を晒してくサイト。晒しなの？晒す、晒すところ。広告じゃない。広告で、デブデブ。なんかありそうだよね、でもなんか。だってね、細す、キャバキャバ、あとなんだっけ。関西の方だと爆サイか。爆サイなの暴露サイトでしょ、だって。暴露サイトでしょ。爆サイでしょ。まあ。まあ、よかったね。ホストラブで。ホストラブでよかったね。まだ愛が愛されて。うん。愛ゆえの。そう、愛ゆえの、かわいいね、みんなね。みんなかわいいわ。愛ゆえに書き込んでしまう。愛ゆえに。うん、かわいい。これ、ミオさんも言う、絶対。ミオさんもかわいいっていうか。かわいい。愛ゆえにね、そういうふうにしてしまうのは仕方ないんだよ。素直になれないだけなんだもん。独り占めしたいだけなんだもん。無理なんだそれが。だからこういう空気やめてって。ほんとに。コメントも止まったから。なんなんだろうね、やっぱ。俺って言っちゃダメな人間なんかな。いやいやいや、メンヘラ来るよ、メンヘラ。いないと困ります。メンヘラになるよ。めっちゃなまってた、今。なまってた、今。今、自分が何て言ったかよく分かってなかったけど。多分あ、それがダメなんだなぁ。多分そこ、うん、ダメなんだなぁって上がると、あ、そうか。福島とかの方がそっちになるのかな。なんとかなんとかでー、なんとかだなーみたいな。あ、う、あ、ん、そうそう。ダメさーみたいな。どちらかというとね、動物の森スタイルだよね。動物の森やな。まあ、ね、そんな感情、ユグドラなんで。私もね。私も、私も。はい。ミオさんはたまに、たまになまってますね。なまってるか。なまってるね。たまに。ミーティングの時よくなまってないですか？何々しないといけんから、みたいな。そうそうそう。オッケーこれは俺はしか、わかんないやつ。俺はしかわかんないやつ。オッケーって言う。オッケーヘイお疲れもっとキレあるお疲れこれはね、うちの店に来てね、シャンコで真似してとか言われると、ゆうはくんが喜んでやる伝わらない。伝わらない。これが本物の伝わらないモノマネだからね。あれだってみんな伝わっちゃってんじゃん。あれやってる人たちはね。はい、ということで、はい、こんな感じで今週お送りしてきましたが、また次の放送は来月ですかね。次2部。次2部。ゼウス。で、ミオさん、単品と、あと誰か、アクガ・アオイ、かなが出るんで。やっぱね、これからも、愛されるユグドラシルで、ホスラブでしっかり叩かれるユグドラシルになりたいと思うんで、はい、これからもよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。